黒沢、番手はエース宿口陽一、そして志村隆起、ジャンが入った。黒沢誠二が最終選考、北井勇気、外並走、インコースは林大吾、中段取り合う展開となった。さあペース掛け、4番の黒沢誠二、思い切った先行策でファイナルラップに突入。番手絶好の展開、別戦のまくりを警戒している1番の宿口がここで4番の黒沢の先行を番手まくり、追走志村隆起、そして外並走で5番の北井勇気が迫って1番の宿口に並んできた。さあつばずれ、宿口期待並んで4コーナーから直線、1番の宿口番手まくりを5番の期待が捉えました。突っ張っています。4番北井勇気、早くもスイッチオン、もがき割っていきます。三塁手同士、赤番の選手激しいもがき合い、闘争のスイッチオン。4番の北井勇気、9番増木はできれず中段4番手ダッシュを迎えます。4番北井突っ張り先行、短期1番の浅井が4番手、3番松浦が5番手追い上げて、あと一瞬の勝負、逃げる4番期待、マーク2番の軍司、5番の佐藤、東の内先頭にまで3番手、マーク投げ3番松浦センター接近、2番の軍司が牽制、3コーナーカーブ、4番期待先頭バント絶好、2番の軍司最後の直線へ向かいます。4番期待先頭追い込む2番の軍司公平、最後は2番の軍司が抜け出してゴール、2着1番4番接戦。さあじわっと北井勇気、期待がじわっと先行体制に入って、2番の佐藤慎太郎、山田は3番手、山田は3番手、4番酒井が6番手、3番太田が8番手、ハーフ一列最終ホームを通過します。7番北井勇気がぐんぐん飛ばして、佐藤慎太郎大歓声の中、3番手車間を詰める9番山田久典です、1番村上弘之、6番川村浩二で最終2コーナー、4番酒井が6番手から巻っていく、前は7番の北井、2番の佐藤、3番手三者審査9番の山田ですが下がっ詰まらないか、直線コース北井勇気、番手から佐藤慎太郎の追い込みですが、北井勇気が記念初制覇、北井勇気記念初。4番の佐々木幸は3番手キープ、2コーナーからバックストレッチ、さあ勢いをつけて7番車松本秀之助がジャンで仕掛ける、1番北井勇気を踏み込む、ここは松本秀之助、1番の北井勇気を叩くのか、北井勇気もここは踏み合いとなった。4コーナーバッテのホームストレッチ、北井勇気7番の松本秀之助、さあ踏み合いとなったところで4番車の佐々木幸いった、さあ関東線が仕掛ける、1番北井勇気突っ張り切った、2コーナーからバックストレッチ、渾身のまくり、4番佐々木勇気もさあここは北井勇気が合わせる、合わせきった北井勇気、3番車東口をしても2番手、そして5番の松本隆春3番手、先頭は1番の北井勇気だ、北井勇気がそのまま押し切った。1番の新山後方8番手で間もなく打賞を迎えていきます。打賞を迎えて後方を牽制しながら6番北井勇気が先行体制、レースは若干スローペイ、後方から1番新山恭平、4番浅井を連れて中段まで一気に前回した、若干4番浅井がちぎれている、1番新山が最終的に証言を奪った、そして6番北井がすっぽりと番手、3番手が9番の軍司恭平が続いてバックストレッチへ入っていく、逃げる1番新山恭平番手にはまっている6番北井、3番手が9番の軍司恭平、さらに後方には5番の増谷がついて第3コーナーのカーブ、番手まくりを放ってくるのは6番の北井勇気、第2センターから4コーナーコーナー、バックに蹴った6番の北井勇気が先頭、さらに外を3番9番追い込んで最後は9番。今日は後方6番手、先に3番手から牽制しながら4番長島大輔出ました、ジャン前長島出て、これを7番の北井勇気一気で叩いて主導権を握っていきます。ジャンの2センターで切って、7番の北井勇気にマークは3番の岡村潤がぴったり続いて4コーナー回っていきます。北井と岡村最終周回です。3番手には4番長島大輔、一方1番谷口良平は後方の6番手、2対3対2ぶつ切れの状態で2コーナー回ってバックと向かいます。この2番手と3番手の車間がどこまで詰まっていくのか、前は2人難関勢ぐんぐん飛ばして7番の北井勇気が止まらない、マークは3番の岡村潤、この2人で決まるかどうか、4コーナー回って直線です。7番の北井勇気、北井勇気がどうやら3連勝強い北井勇気だ。
後ろを気にします。8番のカナダ仕掛けてきました。5番の荒井ついての上昇、誘導は外れています。さあグッドペース上がりました。3コーナージャンが入って、4番の期待が内、外8番のカナダともがき合って、4番の期待が突っ張ります。8番のカナダが番手に入りそうになりましたが、1番の深井が内側、現在は並走。さあ今度は3番の新山が9番の佐藤を連れて仕掛ける。2番手外、さらにまくっていこうと3番の新山です。そして2番の古生がまくりを打ってきます。7番の秋元もやや車間がありますが追走。3番の新山、4番の期待に突っ張られますか。2番の古生、そして1番の深井が内から2番手取り返すような感じ。直線コース変えてくる。4番の期待、1番の深井、1番の深井、自慢のパワー先行でここはシリーズ初勝利を狙います。期待から小原、それから内藤と3人ができて、あとは中段あたりでもう一度アタックしていく。5番の伊藤朝日が叩いて出る。さあ3番の小岩はこのあたりは続く。あ、ここは番手に。さあ1番の小原がちょっと深くを取るような格好か。しかしこの位置は譲れない。さあ1番の小原が番手を死守。さらに後方からは2番天貝が自らの足で期待を追いかける。さあこれも小原がブロックしていきますが、さあ2番の天貝が2番手まで抜け出してきました。さあ9番期待粘り込めるか。どうやら追撃振り切りそう。期待が押し切りました。突っ張っていく。それでもさらに豊かですが、2番の天貝は現在5番手4番手インコース付近、どうでしょう。さあ期待が突っ張った。5番の小原大輝です。3番手2番の天貝和樹、天貝の後ろに1番の三谷が盛り込んでいますが、もう一さらいが仕掛けますが、これも期待が突っ張っていく。金が鳴って期待勇気完全と突っ張って、4番のさらいは行き切れないか。5番の小原大輝、2番の天貝、3番手、そして1番車三谷翔太で最終ホームを通過します。サラヤは交代する。前は3番の北井勇気、5番の小原大輝です。今度は1番みたいに自力使ってくるか。ただ2番車天貝にさばかれて、今度はその天貝まくりますが、5番車小原大輝の牽制か。3番期待がものすごいかかり、抜群のかかり、直線コース北井勇気、小原食い下がる。しかし北井勇気強い。脇本上がっていくんですが、前では3番車の郡司、やはりここは神奈川勢先行策、迷いがありません。3番の郡司が決勝戦風を切る。そして5番車の脇本も上がっていくんですが、現在は中段の外で、その内には2番車の新山がいます。さあここで5番車の脇本外に浮いて苦しくなりました。風を切る3番車の郡司、襲いかかる2番車の新山。さあそして2番手牽制を見せつつ、ここで9番車の期待が縦に踏んでまいりまして、番手まくり。続いていくのが8番車の和田まくる。あとは3番手4番の小林、7番車の古生が現在は4番手、そこから再度踏めるかどうか。4コーナーを回ってくる。先頭は9番車の期待先頭で踏ん張ったか。